よいしょ、来ました。来ましたよ。はいはい、カチ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 言うとったな。カチ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 言うてましたね、うん、はい、あれ気持ちよかったんちゃう。気持ちよかったですね。でも大変でしたよね、あれね。あ、作業がね、はい、カチ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 やってましたけども、うんうん、カチカチ音聞こえました。聞こえて聞こえた。文字もなんかあった、一緒に追っててさ。はいはいはい、あれかっこよかったよ。あ、ほんますか。うん、いや、ありがとうございます。うん、うん、いいんちゃう。ほんでもうほんではもう聞き飽きたんですけど、今日ワイヤレスキーボードなんですよ、うん、ワイヤレスやろうね、はい、うん、ワイヤレスキーボードってわかります？わかるわ。わかりすんなって。ワイヤレス線がない、線がないね。あ、そうそう、線がない、線がないね、はい、ワイヤレスって言ってみてください。ワイヤレス。バカにしてるな。いや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 、あの、そうなんです。だから今回ご紹介するのがロジクールのワイヤレスキーボード K270 ってやつなんです、うんうん、でね、もうこの K270 の次のモデルの K275 っていうのも出てるんです。70の次は5なんや。そうなんです。はい、それ何でか分かんないですけど、うん、K275 っていうのも出てるんですけど、うんうんうん、で、その1個前の K270 を今回ご紹介させてもらうんですけど、その K270 なんですけど、うん、基本的に108キーの配列で、うん、で、まあ、ワンタッチキーって言ってこう、うん、いろんなところにこうジャンプできるキーがついてたりとか、うん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 、で価格がね、ちょっと待って、はい、めっちゃ安ない？めっちゃ安いんですよ。もっと安かったんですよ、実は。発売そうなん、はい、1500円ぐらいだったんです。キーボードってそんなもんなん？いやいや、ピンキリですよ。あ、そうなん、はい、結構ピンキリです。でも全然使いやすいね。普通、まあ普通ぐらいしかしてないけどさ。そうっすよね、うん、でも結構なあの間使ってるんですけど、うんうんうん、何の問題もないというか、うん、もうむしろなんか、え、こんなに安くてよかったみたいな。いや、そんなもんない、びっくりやわ。ちょっと感じありますよね、うんうん、でこれ今ちょっと K270 の方は価格がさっきちょっと表示で出てたみたいに1980円とかいう形になってたんですけど、うんうんうん、もう出た当初は本当1500円、うん、出た当初の方が安かった、ね、安かったんですよ。で今 K275 の方も、うん、まあ、もうちょっと安く出てるかもわからないんですけど、あ、まあ、今回ちょっとご紹介させていただくのはこの K270、うん、ということで、うんうんうん、はい、ご紹介していきたい。はいはいはい、もう一回ワイヤレスキーボードって言ってみて。ワイヤレスキーボード。ちょっと発音変えてきたんですよ。そう、まあ、これ本当使ってみて思うのは、うんうん、格安感なくないですか。全然ないよ、ね、ちょっとびっくりしてるもん、価格が、ね、そんな安かったんや。そうなんです、なんか安かろう悪かろうみたいな言葉ありますけど、全然その安かろう全国的に通じるかどうか分からないけどさ。そう、ことわざ的なやつ。そうです、まあまあケーブルがね、これも出てる通りないっていうのがいいですよね、うん、でも机の上もすっきりしますし、はいはい、掃除しやすいし、うん、っていうのはすごくあっていいですよね。そうやな、うん、そのケーブルが一つないことによって、うん、やっぱりいろんなそのね、うん、お得なことがあるんですよ、うんうん、まだ後ほどご紹介させてもらいますけど、うんうん、まあ、とにかくケーブルがないっていうことで、うん、もうデスクトップ周りがもうデスク周り、うん、デスク周りがもうすごいスッキリする、うん、これに尽きるかなって思いますね、はいはいはい、まあ、なかなか画面から離れてタイピングするってないですね。まあないわな、はあ、うん、でそのお得感っていうところなんですけど、うん、USB ポートが1個開くんですよ、うん、これ何でか分かります？いや、だから線つながってたからな。あ、そうそうそう、もともと線つながってたから、うん、その分のUSB ポートが1個開くっていうことなんですけど、もう一つですね、これ、うん、前回ちょっとご紹介させてもらったロジクールの、うん、はいはい、トラックボール、コロコロ、ね、はい、うんうん、あったと思うんですけど、うん、このレシーバー、あー、これに、ね、うん、要は同じロジクールの製品なんで、うん、マウスとキーボードをさっきのレシーバーに同時接続できるんですよ。うん、ずっと多いわ。え、情報量。うん、情報量。いや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 。いや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 、ね、レシーバー1個に、うん、要はキーボードもマウスも同じ同時接続ができるっていうことで、結局 USB ポート1個で済むんですよ。そうなの。全然理解してない。まあいいわ、次行こう。あ、そう、タイピング感、うん、これはね、本当に深すぎず浅すぎずのタイピング、うんうんうん、ちょうどいい感じ。いや、ちょうどいい。でもそんなキーボードはあちこち使ってるわけちゃうけど、はい、
ちょうどいいよね。そうだからタカ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 っていう形で打ちましたけど、うん、あのノート PC とかの場合は浅いんですよ、うんうん、キータッチが、はいはいはい、すぐあの下のなんていうんですかキー押したところに床にぶつかるというかでこのデスクトップの方はちょっと深いんです、ね、あそっちの方好きやねんな。そうなんですよ。でどっちかっていうとちょっとデスクトップにかなり寄ってる感じの深さなんですよ。デスクトップはもっと深いの？深いんですよ。へー。であとね耐水設計ですよね。絶対試したくないけどって書いておきましたね。この耐水って何よ。いやあのね例えばコーヒー、あそういうことか、はい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 、1回こぼしてこれどれくらい耐えれると思うんですか。一応 60ml なんですけど 60ml ってどんくらいか分かるんですか。 60ml ってあの 500ml があれやからさちょっとの。はいこれはいこれタバスコ1本分なんです。そうなんや、はい、まあ、タバスコ1本をドバドバドバってやることないですけど、でもあのま、ドバドバ出へんしなちょっとずつだよねあれはね、あれはちょっとずつですけど、要はあの 60ml ぐらいの水分だったらこぼれてもあの大丈夫よっていう耐水石鹸。ただ水洗いとか絶対できないですから、ね、ああそういうことな、はい、水洗いとかは一切できないですけど、すぐじゃあもう落とさなあかんね。そうもうさっと拭くぐらいだったら大丈夫っていう。であとあの省エネ石鹸、うん、これあの単四電池2本なんですけど、うんうんうん、どれくらい持つと思います。単四電池日本で電池ってことにまず驚いてるし、うん、どれぐらい持つの。どれぐらい持つんですこれね。2年なんですよ。2年ですよ。笑かすでしょ。単四日本で2年って言われてる。これ2年ってね、まあ、使い方にもよるんですけど、だから1回変えてしまったらもう2年間変えんでいいっていう。なんかでも調子悪くなった時なんでやろうって思ってまうぐらいの。そうそう、だからえげつないあの電池の電池です。そうや電池やってなるやん。そう長持ち設計。そう2年ですか。打つぐらいやしな、はい、ちょっと動画ねちょっと撮ってみたので、うん、また今までちょっと説明してこなかった分もちょっと補足で入れていこうと思うんですけど、うんまあ、軽いんですよ、うん、結構、ね、はい、ずっしりくる感じじゃなくて軽い、うん、もう持っても本当に軽いなって感じ、うん、でさっき言った通り、うん、タイピングもやや深め、うんうん、だからしっかりキーを押したい人っていうのは結構向いてる、うん、私その人、うん、タカタカやりたい人、タカタカやりたい人、うん、あそれは結構向いてると思います、うん、で、あのね、こう裏面なんですけど、うん、さっき言ったあのレシーバーを収納できる場所がついてる、うん、収納場所なんです。収納場所なんです。でこれあの持ち運びの時に、まあ、そのレシーバーをまあここに挿して持ち運びもできるよと。でこれがあの角度を調節するあのプレートなんですけど、うん、これちょっと折れやすいんで、ね、うん、グッて上から圧力かけてしまうと、うん、まあ、結構パキって折れちゃうらしいので気をつけないといけないんですよ。であとここに電池がね、あそこなんや、入るんですよ。あと電池2本で2年ですから、もう1回変えてしまえば、まあ、はい、ずっと持つって感じですね。めちゃくちゃ楽ですね。そう、これ反面の結構大変なんですよ。まあ、パチンってはまりますね。そうなんです。で、あと表面見ていくとですね、うん、まあ、さっき言った通りあの108キー配列ってやつなんで、はい、まあ、109っていうのもあるらしいんですけど、まあ、ほとんど何にも問題ないですね。で、これは点キーね。これはね、これは絶対あったほうがいい。これ便利でしょ、うんうん、これ絶対あったほうがいい。これついてるのめっちゃ便利ですね。もうめっちゃ使うもん。そうですね。で、あそこでスイッチオンオフができて、あーキーボードのね、はい、うん、で、ショートカットキーっていうのがですね、ここについてるんですけど、例えばこの上のね、これ見るかな、ここの上のキーで、うんうん、要はその指示で音量を大きくしたりとか、ここでできるの？できるんですよ。で、電卓画面出したりとか、あと、ネット、ホームボタンに戻ったりとか。言うといて今言うてるじゃん。もっと早めに今言うてるじゃん。教えてほしかった。今言うてるんですよ。そんなのがついてる、結構便利なんですよね、うんうん、それで2000円金の。そうそうそう、だから当時1500円で、今1980円とかで出てましたけど、まあ、K275 も同じような形らしいんですよね、うん、優秀やん。優秀、めっちゃ優秀ですよ。だからもうロジクールのそのトラックボールと、うん、であのロジクールのこのワイヤレスキーボードにしただけで、うんうん、まあ、USB ポート1個開くし、で電池長持ちやし、うん、で掃除しやすいし、うん、もう言うことなしって感じです、うんうん、でよくこういうあのワイヤレスのやつって遅延って言ってね、うん、なかなかその1回操作しても認識してくれないとかってなるんですけど、 あのレシーバーちっこいやつあったじゃないですか。 あれを手前に出してたら、手前っていうかあの
届きやすい位置にちゃんと接続してたら全くそんなのないですね、うん、だからなんかパソコンの裏とかいう風につけてこうちょっとセンサーというかワイヤレスがこう障害、そうそう障害が出るような形やとそういう遅延を来たりしやすいんですけど、あんま感じたことない、手前にあの差し込み全く問題ないです。ほなええやんこれでしょ、うん、この番組はケマハマジの提供でお送りしました。いやいや、うん、どうでした？よかったやん。よかったです。これほんま好きやし、ほんまカチ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 が、はい、うん、いいと思う。よかったですよね、うんうん、まあ、ほんまにちょっとワイヤレス最高ですよね、うんうんうん、チャンネル登録どうします？言います？え？